サッカラに残るペピ2世のピラミッド跡ペピ2世は古代エジプト第六王朝のファラオ。ペピ1世と上エジプトの有力貴族、空意家の娘の間に生まれた。ペピ2世は紀元前2278年頃、わずか6歳でファラオに即位した。ペピ2世は100歳まで生き、実に94年の在位期間を保ったとされている。彼は、 後世のエジプトでは長寿の代名詞として知られるようになった。王の幼少時、王に代わって実権を握ったのは王母アンクネスペピニセイと最小のジャウであった。ペピニセイの知性の間に修行の勢力はますます拡大した。もともと第五王朝以来、増大する管理の人権費を確保するために元来総裁儀礼等に関わるピラミッド都市などの管理職や領地を給与。 温床として分与する政策をとっていた。この方法は少なくとも各管理の職権と給与を確保する手段としては有効であり、第六王朝の長期安定と対外遠征の勝利はこうした措置によって得られた強力な管理に支えられたものであった。そしてこうした役職や給与を可視することによって王自体も管理らに対する権威を保っていた。しかし、これは 長期的には管理の勢力を王の手の及ばない規模まで拡大させた。すでに第六王朝の初期から就行職を世襲する有力家系が発生しており、外赤の空意家もそうした家系の一つである。ペッピニセイの治世後半にはこれら就行に対する中央政府の統制は急激に緩んだ。とりわけ、上エジプト長官が上エジプトの地方神殿の管理権を手中に収めると、 上、エジプトにおける第六王朝の影響力は大幅に減退した。ペピニセイが死去する頃には、中央集権国家としてのエジプト第六王朝は、すでに有名無実のものになっていた。彼の死後相次いで王位についたメルエンラーニセイとネチェルカラーは、共に極めて短期間のうちに王位を失っている。ありがとうございます。